ビートライブニュース。10月31日日曜日、京都運輸支局構内でトラック祭り2010が開催されました。ビートライブからはダンスチーム、ダブルダッチチームが参加して午前午後と2回ステージをこなしてきました。大変好評でしたよ。これからも様々なイベントに参加していきたいと思います。関係者の皆様、ご協力ありがとうございました。一番星空から俺の心を見てるだろう。ふきのお悩み相談メールや番組に対するメッセージはビートライムのホームページにアクセスして送ってね。